おはようございます。一ノ瀬はじめです。日曜の朝も母ちゃんの麦茶からスタートです。さすがお茶だよ。うん。ぐるぐる。今日の天気は？今日の名古屋は予想最高気温19度、最低気温7度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温9度、晴れです。7度は寒いよ。ね。うん。母ちゃん走ってくるから大丈夫だ。父ちゃん走らねえし。ああ、そうだ。ごめん。母ちゃん汗だく。はい、今日もなんか高く持ってやるね、このサラダ。なんかないのかい？あ、ごめん、すっごい、すっごいなんか、あ、ぼーっとする代表みたいな。まあ、そうだろうね。いただきます。あ、そう。はし、ちょうだい。あげる。はい、今朝の朝ごはんは、ポークビッツじゃなくて、なんか、ヨネキューのガーリックウィンナー。うん、ちょっとなんかいつもと違う。そうそう、いただき物ね。ちょっと取るの忘れて1個食べちゃったけど、ね、あ、食べちゃったね。そしてカニ、渡りガニ入りの出汁で取った味噌汁、めっちゃうまいよ。贅沢、うん、贅沢だけど、ちょっとお出汁が寂しいことだったので、エビのお出汁の、あ、行っちゃったんだ。あの、追加しまして、ごめんなさい。それではいただきます。エビ風味です。はい、はい、今日のランチはバーベキューをやりたいと思います。ただいま火起こし中。はい、完全に炭に火をつけることができましたね。あの、なんだか YouTube で見た新聞紙丸めてね、やる何流だったかな、なんとか流っていうね、炭の起こし方試してみたら本当に楽に火がつきましたね。それではもうちょっと大きい炭に火をつけて崩していきたいと思います。それにしても母ちゃん食材買いに行ってまだ戻ってこねえな。はい、完全に火が起きましたね。もう焼けるけどまだ食材が揃ってないな。はい、お肉届きました。そしてね、これらを焼くのはクロセのスパイスです。いいね。でね、デザートに子供たちのふんわりマシュマロチョコ入りね。おーい、まずはタンから。これと混ぜや。もうひっくり返さんとまずいな。混ぜや。あ、くっついた。はい、次はポークステーキ。これどうやって切るの？これは、はい、鶏肉も乗りました。はい、いい感じに焼けてきております。あ、私この焦げ目大事。で、どうやって切るの？どうやって切るの？はい、お肉がたくさん焼けてきましたよ。豚、鶏、牛タン。牛肉がないな。まだね、まだね、うん、まだ控えで、控え選手。はい、ポークステーキ焼けました。それではいただきます。いただきます。うん、ここダメ。うまい。うまい。よかった、よかった。うん。はい、今日はこれからね、バーベキューも終わって今夜になってますが、グルドン民がね、何人か名古屋駅に集まるというので、名古屋府会行ってみたいと思います。今日は家族で参加です。はい、名古屋駅到着しました。それではね、山ちゃんの名駅西口店に移動したいと思います。はい、世界の山ちゃん見えてきました。もうみんなね、うちの家族以外は集合してるはずなので、中入っていきたいと思います。大丈夫？すいません。はい、予約してあるはずです。はい、どうも。こんばんは。どうも、お久しぶりです。どうぞです。それでは改めまして乾杯。
世界の山ちゃんの手羽先、高さがちゃんと教えてくれる。はい、それでは今日の名古屋オフ会、向こうも撮ってるね、終わりたいと思います。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。